入れ。会長、本日のスケジュールですが、先ほど柏木様よりお電話があり、緊急で幹部会を開きたいとの申し出がありまして。そうか。夕方からは IT ベンチャー協会の会合が予定されていますが、いかがいたしましょうか。キャンセルだ。本家からの呼び出しだ。行かないわけにはいかない。了解いたしました。中国っていうのは不思議な国だよな。鳩やカエル、地方によっちゃ犬猫まで食うっていうじゃねえか。自分が生きるためなら何でも食う。俺はよ、オーナー、そんな中国って国尊敬してるんだぜ。人様の国に土足で踏み込むその根性、あんたも立派なマフィアの一人だ。私はマフィアじゃない。ただの料理人だよ。仲良くしようぜ、陳さんよ。隣のその隣の店も全部うちに金入れるって言ってんだ。月に100万。100万あんたらが今まで日本人からぼったくった分からすりゃ安いもんだ。なに、足りなくなったら店の権利書もらうだけだ。あんたには別の店でコックとして働いてもらう。無理だよその話。中国の包丁はよく切れるな。これだったら人間の首も真っ二つだ。試してみてえな。陳さんの料理はうまいって評判じゃねえか。親父、本家からの呼び出しです。六代目の件で話があると。怖がらせるようなことしてすまなかったな、陳さんよ。こりゃ迷惑料だ。取っておいてくれ。ん？俺は陳さんと一緒に仕事がしたかっただけなんだよ。悪かったな、邪魔して。
気が変わったら連絡してくれ。それじゃ。やるね、あんな女と。まあ、あの人の場合顔や人種は関係あらへん。でかかったらそれでいいからな。はい、錦山工業。失礼しました。はい、組長なら今事務所にいますが。え、幹部会？本家からや。緊急の幹部会やと。了解しました。組長に伝えます。何時からや？幹部会の話じゃ。なんでそれを？さっき本家から電話出るが、わしゃことの最中でも聞いとんのじゃ。すいません、19時からやと聞いてます。よっしゃ、おら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 、ありがとうございます。よっしゃ、気合い乗ってきたぜ。西野、平井、はい、かき集めるだけの兵隊集めろ、今夜中じゃ。はい。宮内、はい、長谷部に連絡や。すぐに例の店潰しにかからせろ。はい。堀内、下、はい、峰に電話や。中国持って迎えに来い言うとけ。はい。戦争や、いよいよ戦争が始まんで、お前ら覚悟しとけ。はい。え、今から10億ですか？そうや、10億の現金を持って今から来いや。神田の暗示、何しでか好きですか？戦争？今日から東条会の後目争いが始まるんじゃ。兄貴、六代目はまだご存命だ。その話をするのは早いでしょ。しゃがしゃ、つべこべ言わんとはよ金持ってうんかい。わかりました。まったく勝手な人だ。相変わらずだな、この町は。あー、助けてー。ん？なんなのよ、早く誰か警察呼んで。
あら、ちょっと何なのよ。うるさい、今日は貸し切りだ、帰れ。もう今すぐこの金持って帰れ。せやから何が不満やねん。金やったら払う言うとるやろが。受け取れません。ホストが何生きとんじゃ。桐生さん、桐生さん、というわけで四代目は
こちら取り込み中なんで、今日のところは帰ってもらえますか。いや、そうはいかない。お前らの腹聞かせてもらおうか。それやったらうちらに喧嘩売ったんは四代目班の方いうことになりますが。ああ、それで構わないぜ。どういうことや。お前ら出かけはいらん。ここにいる全員殺してるや。来いよ。Hmm!
ったな、食われへんの。さあ、お前らの腹、聞かせてもらおうか。もう遅いわ。柏木のおっさん、殺されるで。何？戦争は、始まったんじゃ。ここで一旦休憩入ります。それじゃあまたね。バイバーイ。